自己紹介だけさせてもらってもいいですか。はい、はい、歌舞伎町の日本駆け込み寺で、はい、常務理事を、はい、させてもらってます、星山と申します。はい、はい、よろしくお願いします。はい、この常務理事って何をやる仕事なんですか。何をやっているんですか。何やってんだろうって感じだね。はい、あのね、はい、僕はここに、はい、サーブシティっていう会社を、はい、ここの入れさせてもらってるんですけど、うん、ここで、ここで例えば出所してきた人とか、うん、刑務所出たんだけど仕事がないとか、うん、あの会社が潰れちゃってもう仕事がないんだとかっていう人に仕事を作っていくのを、うん、まあ、目的とした会社でサーブシティ、うん、今は結構その外国人の人が、勤めていた会社がこう倒産しちゃったから国にも帰れないしっていう人の相談が結構来るんで、そういう人たちに、まあ、お仕事を作ったりアルバイトを作ったりみたいな感じで動いてますね。確かに今の時期とか本当にコロナとかがあって、うん、働きたくても働けない外国人の人たちが多いのかなと思うんですけど、やっぱそういう人たちも来るんですか。うん、来ますね。来てるんですね。うちのスタッフがね今対応してるけど、うん、僕なんかは基本的にあのいろいろちょっとやりすぎちゃって会社をいくつかやってて、もともと建設の足場の会社を埼玉でやってるんですよ、うん、それは株式会社サーブっていう会社なんですけど、うん、そこでもともと刑務所とか少年院から出てきた人を雇用するっていう、まあ、厚生保護雇用の活動をやってて、そこからここと、まあ、つながったっていう経緯があって。そうなんです。このサーブシティですか。サーブシティっていう会社は今何年目に入るんですか。サーブシティはねこれ、はい、実はこれコロナになってから作ったんで、今本当に1年経ったぐらい。うん、じゃ最初はそのサーブっていう会社が、うん、そうサーブっていう会社が今創業で13年くらい、そこから発展してこれになったっていう感じですか。なるほど。じゃあちょっとその活動を始めたきっかけっていうのは、うん、サーブの、あれだね、基本的に建設業界って人手不足だったんですよ、うん、このコロナになるまでは。それでみんな奪い合いになったね、市場が、うん、だからなんだろう、人材は高騰するし人はいないし、うん、ということでどうやって自分の会社の人を増やしていこうか、雇用を増やしていこうかという時に、同業他社がいやこういう実は刑務所とかからの雇用とかもできるんだよって話を聞いて、で最初は労働力を確保として始めたんです、うん、なるほど。でも実は労働力としてだけじゃ向き合っちゃいけないことだっていうのにすぐ気づかされて、そうやっぱ働いた子がなんでうちに来るのかっていうところ、例えばそれはある意味覚悟、厚生保護の覚悟をしている子もいれば、うん、ただなんていうの、働く先が決まれば早く出所できる人もいるで、なんでいろんな理由でみんな働きたいっていういろんな人がいる。そうか、どこでもいいからとりあえず仕事だけあればすぐ出れるからっていう、ね、であとなんか住める場所、身元引き受けになってくれるかどうか、そうすると、はい、仮釈放がもらえたりとか、少年院でも早めに出れたりとか、そうなんです、そういう理由が。そうなんだ。そう、なんかご自身はじゃあ最初はその人材として欲しいなっていう気持ちがあったって言ってたんですけど、この少年院の人たちをなんか助けたいとかそういう気持ちではなかったんですか。うん、最初は全然はい、仕事があった方がこの人たちにとってはいいのかなぐらいしか思ってなかったし、はい、どっちかって言ったらただ本当に働いてもらえれば嬉しいっていうだけ。なるほど。なんだけど、それと来ると最初の子はね、うん、辞めたんです。1ヶ月ぐらいで、うん、初めて雇用したのが2019年の5月かな、うん、でその少年院から出てきた子は辞めた理由が、まあ、本当は出るときはこの会社で頑張りたいと思ったけど、うん、いざ出て仕事しちゃうと日常にもっと欲が出てきて、うん、建設現場とかじゃなくて飲食店で働きたいっていうようになって、なんでじゃあいいよ、じゃあ辞めてもいいけど俺身元引き受け人だから君と向き合わなきゃいけないんだっていうことを話してるうちにそうなってって、じゃあ君が働きたいところまで紹介するよって言って次の仕事先を探してあげたりしたから。そうなんですよ。でそんなことをやってると、俺がやろうとしてることって労働力の確保じゃなくて、多分人と人とのつながりをしっかり作っていい人生になっていくきっかけになる人間だったり会社だったりっていう、そうなるべきだなっていうことです。そう、
それが最初の一人目で気づいたんです。まず最初一人目そうなった、うん、でそれが2019年でそこからあの少年院からこう受け入れる少年院刑務所、うん、あと暴力団を辞めたけど仕事がないっていう人とか、うんうん、外国人も受け入れてる。外国人もあの、うん、受け入れてる、うん、受け入れてますね。その僕の想像なんですけども、うん、やっぱりあのなんだろう、起伏が激しい人だったりとか気性が荒い人だったりとかが多いのかなと思っていて、うん、なんかそれをうまくどう扱うというか、うん、どういう風に管理しているのかなというふうに思ったですけど、そこら辺を気をつけていることとかってありますか？あの、ね、基本的に起伏がね激しい人っていうのが少なくて、そうなんですね、怒りん坊は少ないのよ実は。あ、なるほど。なんか、はい、その罪を、うん、あの犯してしまったイコールなんか喧嘩っ早いとか、うん、凶暴だってイメージあるかもしれないけど、うん、はい、実はあの貧困ループにいるとか物を取って食わないと生活化していけない人だったり、うん、あとは、うん、あの家庭環境に問題があってそれでこう夜遊ぶこと夜の世界に自分の居場所を持っちゃってとか、うん、だからそこでねいろんな悪さを覚えたんだけど実は別にそんなもともとはそういう性格じゃないとか、なんか加害者になる前に被害者のパターンってすごいやっぱあるし、うん、環境の被害者になっている人たちが刑務所に入っているっていう人も結構いるなって思いましたね。で、あの確かにね、でもかといって、うん、うちに会社に来れば自動的にみんなが幸せになるかってそうじゃないわけだよね、うん、なんでやっぱその従業員さんの理解の壁っていうのも絶対あるし、うん、あの僕なんかが熱を上げて、いや お前らと話して仕事したいんだよって勝手に連れてきても、うん、いや私たちはもともと刑務所にいた人間とかちょっと怖いんで一緒に働きたくないですっていう人もやっぱりいたわけだよ、うんうん、いる実際今でもやっぱねそういう人もいるだろうし、偏見を持ってる人とかね、うん、あと犯罪の犯してしまった犯罪の種類にもよるだろうし、うんうん、そういう部分ではやっぱいろんなその社員さんとのコミュニケーションとかをやっぱしっかりとって、であと実際に入ってくるその本人と、まあしょっちゅう仕事するのは僕とじゃなくて実際一緒にお仕事する人たちだから、そことのこのコミュニケーションとかそういうのをちょっとこう委員会みたいなのを作って月に1回こう話し合ってもらったりとか、いやそういう一応活動はしてる。犯罪の種類っていうふうにおっしゃってたと思うんですけど、はいはい、なんか具体的にはどういう人を受け入れてるんですか？受け入れたんでいうと例えば、障害と恐喝で、あと薬物で窃盗性犯罪、そこら辺はうちには出入りはしてるかな。なんか薬物でちょっと思ったんですけど、うん、そういう人たちはやっぱ薬物って中毒性があるのかなと思うので、もう一回薬に手出しちゃうケースがあるのかなと思ったんですけど、うんうん、そこら辺も管理しているんですか？いや、あのね、うん、管理しきれてないかもね、うん、なんかちょいい加減な言い方になっちゃうけど、はい、あのやり直したいって覚悟を持ってきてもらってるから、うん、あのそこまで何言うの生活をこっちががんじがらめにして、あの薬物やってないかのチェックしてとかっていうのはそこまではちょっとできてない、うん、信じちゃってるから、うん、やらない。住めるところは与えてるんですよ、うん、そうマンションというかアパートの一室を決まった時点で自分たちで借りて、会社で借りて家賃だけ払ってもらう、初期費用は会社で持ってたり、食費とかも完全に、うん、最初のお給料が出るまではあのうち入社祝い金とかってあるんだよね、はい、で1ヶ月続いたらあのいくらとか、うん、2ヶ月続いたらいくらっていうのがあって、うん、でそれを先に渡して、じゃあ続いたらここから返済してもらうねみたいなので、うん、お金を先に出してあげたりとか、うん、なんかこれはちょっと失礼な聞き方かもしれないですけども、はい、なんかそういう人たちを使うっていうことは他の人を雇うよりもかなり安く、うん、安月給とかでやらせることもできるのかなと思ったんですけど、うん、できるかもしれないよね。実際あのお給料とかは、うん、みんなと一緒だよ。あ、みんなと一緒。一緒、うん、その出所上がりじゃない人たちもおそらくその現場にはいるのかなと思うんですけど、うん、そういう人はちょっと変わらない。変わらないとかやっぱね、例えば建設現場っていうのは毎日出て体が出来上がって知識があって人に指示ができてっていうフェーズがあるんで、だからあの
頑張ってる人との給料もちろんね、頑張ってるからできる人とできない人っていうのは全然給料の差は、雲泥の差があるけども、かといってじゃ あのそういう背景があるから安く使うかって言ったら一切そういうことはない。なんかちょっとだけレベルが低くても、うん、働くレベルが低くても出所上がりじゃない人を選びがちだと思う、それはやっぱ世間的な目線だったりとか、あそこをちょっと犯罪者が働いてるから大丈夫かなとか、そういう、なんだろう、風評被害みたいなのがあると思うんですけど、実際そういうのって来たりするんですか？とある建設会社さんと外でお知り合いになった時に、うちにもお仕事くださいよって話したら、でも君のところって小島君のところってそういう人が働いてるんでしょと、うちはちょっとコンプライアンス的に厳しいから仕事出せないって言われて、そこまではっきり言われるんですね、うん、そう、いやでも逆を言えば、はい、うちからしたらそういう会社さんとは仕事をこっちからもしない、そういうだってね、別に反社、現役の反社会勢力の人がうちに勤めてるわけではないし、もともとそういう人、あの背景、過去がある人が働いてるっていうだけで、それってもう偏見だと思うんだよね、そういうようなっていうのは、コンプライアンスって何って思うし、俺からしたらね、そういう部分では会社の外よりも会社の中に大事なものってあると思うんで、そっちを俺は優先する。入れ墨が見えるんですけど、かっこいいでしょ。なんかこれ、これ見てよ、ステイハングリー、ステイフーリッシュ。いいですね。スティーブ・ジョブズの言葉で。そうそうなんだ。これの入れ墨は、あれですか、もともと俺ね、組に入ってた。組に入ってないよ。ミュージシャンだよ。バンドマン。バンドマンだよ。バンドマンで、在日韓国人で。そう。3世です。何歳くらいで入れたんですか？ファーストタトゥーはね、多分この竜、この竜なんかが、20歳ぐらい。入れて、で、あとはちょこちょこ、今でもコツコツ入れてる。これは、なんだっけな、My life is my message かな、一応ひっくり返るんですよ、ガンジーの言葉。あとこっち、蛇が、蛇年だから、蛇。あ、そんな軽い理由で入れる。そう軽い理由って言っちゃった。軽いよ、全然軽いよ。足に蛇がいたらかっこいいなって思っただけ。すぐ決めてすぐやる。もう奥さんにも内緒で、あなたまた入れ墨増えてるわねみたいな。もう本当だ、関係ない。増えちゃってるね。胸のここにあったハングルはなんて書いてある？これね、千熟さ左熟線って言って、あの生きるすぐ死ぬ、死ぬすぐ生きるって書くんだけど、なんて意味かっていうと、生きながら得ようとすると死んじゃうけど、死ぬ気でやると生き延びるぞっていう。刑務所経験ないよ。なんか警察にはすっごいお世話になったけど。そうなんだ。ミュージシャンで、じゃあ大人、社会人になってからミュージシャンとしてこう生計を立ててたっていう感じなんですか？そうだね。まあでもやっぱ結構学生の頃はちょこちょこね、あのいたずら的な悪さはすごいやっぱしてきたから。なるほど。で大人になってもしてたし。いたずら的な悪さで、ね、どういうの、いたずら的な悪さ。なんだろうね、言うんですか。見た目で言うとさ、分かるかな、若い頃の、俺なんかこんな感じ。分かる？いや、ヤンキーでしょ。ザーですね。ヤンキーでしょ、コスプレだよ。すごいですね。コスプレなんだよ。逆にかっこいいですね、ここまで行くと。こういうような格好してる人がやるようなことはなんとなくやってるって感じ。これは暴走族っていうんですか？暴走族、あの俺ね、バイクはね、なんかそんな、ガチガチ乗ってなかった。なるほど。多分歩いてた。めっちゃ歩いてた。歩いて、まあ喧嘩とかしてた。で、やろうと思ってやったんですもんね。あの髪型？そう。あれ、下ろすとロン毛なんですよ、実は。パーマじゃなくて、しっかり固めてあって。下ろすと、あの、バンド仕様なの。かっこいいと思ってやってたんです。もちろん。もう、かっこいいと思わなかったらこんな恥ずかしいことやらない。今じゃできないよ。どうでした？やってみて。やってみて、友達増えた。ちなみにどこなんですか？僕ね、長野県の佐久っていうところ。佐久。で、大学は？大学は行かせてもらえない。あ、行かせてもらえない。すぐ働けって言われて、親に。働けと言われて、親戚はパチンコ屋さんを経営されてたんで、
そこにもうお前が就職するのを決めてるからって言われて、それが横浜のあのパチンコ屋さん、そう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 、在日のあの親戚の会社に勤めて、ですぐもう音楽やりたかったから辞めさせてもらって、でこっちでずっとバンド活動ばっかりアルバイトしながら、そうなんですよ。ボーカルですか？うん、ベースで作詞作曲、ベースで作詞作曲なんだ。こう見えて結構愛だの恋だの詞書けるんだぜ。いいです。ミュージシャンの活動をやってて、でこのサーブ、うん、当時ね、あのもうほら、あの彼女にね子供ができて、で、あ、ちゃんとあの結婚して働こうって思って、はあ、でそれ何歳の時ですか？それ26、7ぐらい、うん、でタトゥー入っちゃってるから、うん、あの普通のどこ就職どこできるのかなって話になって、そしたら建設系だったら働けるんじゃないっていうことで、うん、建設系に入ったっていうだけ、うん、あ、そうなんだ。入って、でも自分が会社を建てるまでになるんですよ、ね、あ、そうそうそう、それ、まあ、2、3年ね働いてたんだけど、30歳ぐらいの時に、うん、俺交通事故を起こしたの、うん、あのね、すごいいろいろありますね。花火大会を見ていた人が、うん、はい、フェンスから落ちてきて酔っ払って、うん、で俺が走っていた車で踏んじゃったんだよその人で、その場で死んじゃって、うん、で要は免許がどうなるか分かんないし、あと保険でね賄えるのかとか、初めてのもちろん交通事故でも死亡事故なんて初めてだったし、で周りがすごいさ見てたんだよね、いっぱい花火大会だからもう大パニックで、そこの会場が、もう1週間ぐらいもう休んじゃってさ、やっぱ体がもうその感触全部覚えちゃってるから、で考え抜いて悩んで悩んで、あ、俺もダメだって、もうこの月給25万ぐらいの、あのこの仕事やってちゃ多分家族守れないと思って、仕事を変えよう、なんかお金になる仕事やろうと思って社長に相談したら、あ、なんかだったらやったらやっただけの出来高のその形でやればっていうことで、それが自営業で仕事をもらってやる最初のきっかけ、うん、最初は普通の建設業として、そう、足場屋さんで、あの、いや、一人親がなんつうの、自営業、うん、何にも材料も持ってなくて、ただもう一緒に働いてくれる人を、うん、まあ、雇用して、うん、一緒になんか材料借りて仕事人からもらってみたいな、うん、そこは刑務所とか全然関係ない、なった関係ない、やってたんです、普通に普通の人たちでしたよ。でそれがあのね、足場屋さんってやっぱ二人で働いてるとね、一人が怪我したら一人になっちゃったらもう仕事できないんだよね。そう、だからとにかく人を増やそうと思って、一気にね 3,4 年でね20人近くの前になったのよ。で大所帯になったら大所帯になったで、やっぱそういう業界で働く子たちってさ、まあこういうのもそうだし、落書きもそうだし、喧嘩する子もそうだし、結構その大人なんだけどやんちゃな子が多くて、でやっぱ もともと刑務所入ってた子もいる、少年の子もいるし、でそんなで働いてたから、別に俺からしたらそういう人たちと働くって当たり前なんだよね。そう、だからみんなから、世の中のね、いろんな人から、星山さんってすごい、なんかすごいやってるよね、そのなんかこう社会的なこういう活動というか、そういう就職者の雇用すごいよねって言われるけど、逆に なんですごいのかよくわからないっていうか、別にって感じじゃない。そうか、実際に僕は絡んだことがないので、そういう人たちなのですごい怖いっていう印象だけで多分言ってるんだと思ってて、実際関わってきたら関わると、うん、めっちゃいい子たち多いよ。なんかこう子供の頃から親にこう愛情を注いでもらえなかったっていう人もやっぱいて、うん、でそういう子たちと一緒にご飯食べたり一緒に遊ぶだけで、なんか犯罪する理由なんてそこになくな、そういうことでなくなるしね、うん、再犯する必要性がない人間とか生活になればいいだけじゃん、うん、違いないです。ちょっとあの源さんの話にちょっと、うん、あの移っていきたいんですけども、源さんと会うきっかけになったのは、あね、うん、K1 とかでや昔出てた大山俊吾さんっていう、選手がいるね。K1 好きですけど知らないです、ね、でもあれでピーターズとかにも勝ってるし。本当ですか、うん、でその大山俊吾さんが、ちょっとお食事するから一緒にしませんかってお誘いされた日に源さんがいたんだよ、うん、で最初源さん見て、うん、なんか見たことあるなって、で名前聞いたら、うん、ゲンさんって俺ニュースで見てたよって言って、お、ゲンさんですかってなったから、はい、そこでも
その時もう惚れちゃって惚れちゃったんです惚れちゃった源さんがの言葉にですか言葉で、ね、もう雰囲気全部、うん、飾らないし、うんうん、それからこの駆け込み寺にちょくちょくしましたね、駆け込み寺っていうよりも源さんをもう一回どうにか会いたいなと思ってて、そしたら公園があるからおいでって言われて、でそこの公園を聞きに行ったのね。そしたらなんか俺ただ単に客側として聞くだけだと思ったら、なんか裏口っていうかそのスタッフの方みたいな感じで、まあ、身内扱いで、やってくれたから、あこのままちょっとカバー持ちしたいなと思って、源さんと知り合って、源さん のいわゆるメディアとか出てたこと、映画になったこととか、例えば自分がずっと読んでた本が実は源さんが監修してたとかね、漫画とか、そういうのを後で知って、そうだから一緒にいればいるほど源さんすげえなってなっちゃうんだよね。面白くて、どこがすごいですか、一言でも一応言えないと思うんですけど、やっぱ経験があることと継続してることだろうね。経験があること、もっと何々じゃないこと、現役で今でもやってること、さんとこう会って星山さん自身がこう変わったなとか、考え方がこう変わったとか、そういった体験はありますか？あるある、うん、ある。俺まっすぐね、何でもね、何かあったらぶつかっちゃう方なんです。でも源さんのその多分ここでもね、駆け込み寺でもいろんな人が相談来るじゃない。でそれなんでそういう返事の仕方するのかっていうのを聞くと、こういう真正面から行くんじゃなくて、ちゃんとこういうふうにこっから行けばそうなるっていうのがもう見えてるんだっていう、うん、そうか、スタートとゴールが分かってる、うん、だからね、例えばさ、自殺したいですっていう人が来た時に源さんが答えたのって、俺だったら自殺なんてやめないわって言っちゃうと思うのね。でも源さんは、あええー、でじゃあ一緒に死んだろうかと、ただ死ぬんだったらちゃんと責任、お前 俺も一緒に住んだから責任取れよと、でお前借金とかあんのかと、それまず返せと、それが人として死ぬんだったらお前道理だろみたいな、だってどういう死に方する、いくらかかるけどお前それだけ金持ってるのか、それ借り行くぞとかどうすんだみたいなそういう風に言って、もう死ぬのをバカらしくするみたいなのを源さんがやったのを聞いて、すげえなと思って。確かに僕も一回源さんに質問で、まあ、これ YouTube にも上げたんですけど、本当に死にたいっていう人が来たらどうしますかって言ったら、まあ、死に方教えてやるよって言っててそうなんだと思って、止めないんだと思ったんで、びっくりしました、ね、それが源さん流なんだよね。だから俺も本当にピンチじゃないけど、何かトラブルが起きた時に源さんだったらどうするかなっていう考え方を今持つようになったな。そう、例えばそのうちで働いていた、人がうちの社宅で喧嘩をして、で怪我をさせて、で警察に捕まっちゃったことがあった。でもううちからしたら、お酒を飲むそんな人を怪我させて、もううちの行動規範に反するから、その人は辞めてもらうよっていう話をして、そしたら辞めるのはいいと、だけど警察から出てきたと思ったら、いつまでかその人がその社宅に同乗しちゃって居座っちゃったの。会社は辞めるけどここから出てかないと。そういうか。で俺にはこうなんかそういう権利があるみたいなことを言い始めて、どうしてやろうかな、源さんだったらどうするかな、電気止めようって電気ガス水道全部止めて、源さんだったらインフラ止めりゃええやんけみたいな、いや言うと思いますねすごい、そういうところで源さんをのこう、源さんがどうするかわからないよ、でもそれで別にトラブル喧嘩することもなく、その人はスッと出てった、結局出てったんですね、今後この会社で、どういったことをしていきたいだったりとか、駆け込み寺っていうものをどういうものにしておきたい、っていうのとかって何かあったりしますか？そうだね、なんか駆け込み寺をどうしたいっていうよりも、自分の人生とか生き方の価値観が駆け込み寺の一つになれるようにはしたいな、俺結構やっぱ在日だとかそういう理由での、やっぱなんだろうな、外国人の扱いとかそういうところのやっぱ話もあるし、あとは出所してきた人を雇用することで、過去の背景が
どんな背景でそういう犯罪をしてしまったのかって関係なく、もう犯罪を犯しただけで人が近寄らないとか話を聞いてもらえないとかあるし、そういうところをなんかこれから、ね、グローバルな世界になっていくんだろうから、うん、もっとあの人権的な部分を考えれる活動をする俺が日本駆け込み寺にの一つとして入れるようにはなりたい、うん、なんかその差別だったりとかそのに興味が持つのはやっぱりご自身も在日で、うん、ってことも大きいんですかね。そうだろうね、うんうん、まあ差別をされたっていうのことは、うん、あまりまで過去には思い出に当初はないけど、うん、でもそれを理由に、うん、よからぬことを言われるってことがあったよね、うんうん、在日だからそうなんだろうお前みたいなのが、うんね、なんか韓国に行っても、うん、半ちょっぱりだっつってさ、まあ、日本人だってお前は祖国を裏切ったっていう立場だし、うん、でこっちから日本にいたらお前は外国人のくせになるし居場所がないんだよね、うん、でもそれで在日っていうコミュニティができてそこが力を持つと在日は在日はってやっぱ叩かれるわけで、うんうん、だからまあそういうのは全部つまらないことは愛で全部終わらせよう、愛で終わらせる、くだらない歴史は愛で全部終わらせてあげればいいんだよ。だからね、社会的な活動とかそういうのは必要なんじゃないかなと思う。いっぱいやりたいことがあるっていいですね、うん、本当に生まれてきてよかったよ生まれてきていつが一番楽しいですか。あ、今でしょ。あ、今、うん、ずっと今だね、うん、どんなにどん底でも今が一番楽しい。そうですか、うん、